今場所は12勝3敗で貴景勝が優勝しましたね。まあ、あのみんながだからね言うようにこう実力でね優勝したわけだけど、まああの実力でなった俺のまあ近いこう自分がまあ相撲好きで小学校から相撲好きで見てそのいろんな先輩から話聞いたりした中で実力でなった押し相撲は正直いないわけですよ。実力でなった横綱は実力でなった力士はね、だからまあ貴景勝にはまあなってもらいたいけど、なったらまあ間違いなく20代でまあ引退しなきゃいけないわね。でもまあこうなんていうの、長く相撲取っていたいとかそういう気持ちもさらさらないだろうから、弱くなったらさっとやめるぐらいの気持ちで多分いるだろうから、別にね来場所勝負なんだろうし、もしなったらなったで、なってしまえばなってしまったでもう1年2年でやめるだろうけど、まあ、それは本人も納得してるからいいんじゃないかな。やっぱり押し相撲って怪我が、うん、故障が多い。いや怪我はそんな多くないんですよ。ただやっぱりもうちょっとした瞬間でこう回し取られたりすると負けるんです。回し取られない技術とか当たって押していって押し切れなきゃいけもう相撲勝てないから、だからもう勝てない時はもうほんととことん勝てないから。例えば今場所で言うと、うん、霧馬山さんみたいな、あもう回し取られたら絶対負けますよね。だからもうそうなる前にみんなこれからこういろんな力士がこう来場所幕内上がってくるでしょ。あの宮城野部屋の背のでっかいのとかああいうのとかちょっと相撲を覚えたらもうすぐ大関横綱になると思うし、なんか、まあ、今場所貴景勝関すごい迫力あるというか闘志あふれる相撲だったような気がしたんですけど、いやだからその相撲ってこう押し相撲特にこう調子いい時は波に乗ったらバッと勝てるけど、本当にちょっと稽古不足で当たりが弱かったりした時にごまかしが効かないわけです。四つ相撲だったらちょっとこう張り差しに行ってとかね、でそれで相手の力を止めといて回し取ったらそうはいかんとかいう相撲があるじゃないですか。白鵬なんかまあ全くその通りで、調子が悪い時相手の当たりをこう張り手で止めたり、そういうのを止めてそれで相撲取ってた。でやっぱ体のバランスがいいからこうね土俵際でこう本人は余裕があるのにパッとこうはたいたりとかそういうのでこう勝てるから、たくさん、でも押し相撲はなかなかテクニックでカバーできないところあるから、上がったらまあ短命だと思って、でもこの1年ぐらいが横綱になるチャンスはもうこの1回ぐらいしかないと思うから、だからもうそのもうチャンス生かさないともったいないよね。史上最弱の横綱とか言われてももうそれでももう大関になって3回優勝してるわけだから大したもんですよ、ね。まあ、圧倒的強い横綱がいないっていうところもあるけどね、でも面白いんじゃない、こうガチンコで押し相撲で横綱になればね、今だからまあみんなこれから上がっていく中で、まあ、成長期の力士がたくさんいる中で今もうね強い力士がほとんどやめてって言って今ちょっとこう壺にはまってるっていうか、そういう時にこうもうパッとね横綱になってもまあ応援はしますよ本当に。でも応援してるけど短命はしょうがない、しょうがないけども、まあ間違いなく短命だけど、もうそれはもうしょうがないでしょ。そんな長持ちするような相撲取りじゃないから。来場所の展望で、うん、綱取りかどうかははっきりとは言えないみたいな、まあ、慎重な意見なのか、そんなもう一生懸命そんな慎重論で言ってる人ほどそういうことを平気でやってるから、そんなのもう俺からしたら鼻で笑ってしまうけど、まあまあね本当に優勝したんだから、まあ次ねいないんだからね、もうねいないんだから、いないんだったらやっぱりもう作る必要もないんだけどね。今の現状で一番強いやつが誰々っていうことで横綱作るわけだから、強い弱いっていうそのレベルもあるけど、もうそんなことはもうこの際だよね、ここに今場所注目の力士いました。今場所はまあまあ自分が優勝予想したのみんなことごとくダメだったけど、そんなもんだからそんな見てないのに予想しても分かるわけないですよね。稽古場ずっと見てんなら分かるけど、あとはもうだからどうなんだろうね、優勝決定戦じゃないけどこれ勝ったら優勝っていうような琴勝峰あたりがこうどんどん伸びてきてる、だから伸びてきてるっていうよりもこれから誰が優勝するか本当わからないんだろうね。
である程度上になったらまたなんていうの、もうこう外国人みたいなのが、ああこういう注射しないと上に上がれないんだなと思って、で注射の力士がまたボンボン増えてきて、である程度またね両横綱のそういう時代になってっていう形になってくるんだろうね。だからまあ何にもだって結論も何も出してないからね。だから今一生懸命やってる時代になってるけれども、それを何らかの形にしていかないと、またね上がってきたやつが、ああこんなもんだと思ってやりだしたら、またね、まあ40何回も優勝できるようなそういうシステムになってくると、また相撲も面白くなくなるだろうし、そこをなんとかできるできないとか言っても、今のトップじゃもうそんなこと言ってもね、あまた言ってらみたいな形になる、同じことの繰り返しがこれから続くんだろうなと思うと、あとはあれですね、今場所は王鵬関が今一つ振るわなかった、まあしょうがないんじゃないですか、やっぱ見てて何か思うとこあるんですか、疲れる、いやもうあんまり、だからもう嫌がるみたいだし、ほっといてやってくれってみんなに言われてるみたいだから、あんまりね、本当に困って本当に本人がだからもっと上に行きたいとかいう気持ちがあるんなら考えればいいけど、もう別に親が出張っていうことでもないだろうし、まあ、本人が相撲取りになりたくて入って、本人はだって横綱目指してやってんだろうから、まあだこだって言う必要もないだろう。俺は親方だったらね、そういうふうな説明もできるだろうし、うちにね頼ってきてる系、それをさせてくれって言ってくれるのをこう強くしてあげた方がやっぱためになるしね、いややってもしょうがないし、その山関が十両優勝、まあ、それは15戦全勝してたらね、やっぱどうしてもやっぱりいっぱいするよね、なんかね、なんでまあ来場所幕内入るのか、十両筆頭ぐらいで収まるのか、いやもう実力はもうだってもう折り紙付きなんだから、もうやっぱそれに、やっぱもう今までさ注目の一番とか言って全部1位だよ、全部1位だよ、まあ、千秋楽ちょっと見てないからそのあれしてないけど、注目の一番で一番やっぱこうビデオで見る回数が多いのは1位だよ、ずっと。そういうことはやっぱね、もうそれだけ幕内に上がることをみんな期待してんだから、なんかもうそんな幕内のあのケツポでもうどうでもいいような相撲取りなんかもうさっさと重量落としてやって幕内上げるべきだと思うよね。だってもう意味のない、なんか消化試合ばっかりやってるような相撲取りいらないじゃないんだな、無気力みたいな相撲取ってるの、まあ、大体頭の中浮かんでくるでしょ、毎日相撲見てたら。